十一月五日月曜日今日の天気は曇り一時雨日本放送飯田康二のオッケー康二アップ,ーーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です おはようございますアシスタントの日本放送アナウンサー新業一華です日本放送飯田浩司の ok 工事アップ東京有楽町のスタジオからこの後8時まで生放送でお送りしてまいります週末にさ、はい、寝たんですよ<ー>とにかく寝たんですよ <laughs>、はい、まああの普通に金曜日の夜寝てですねへーへーで土曜日 あの朝、そうだな8時半か9時ぐらいに子供が起き出したんでまあ一緒に起きたんですけれどもで朝と昼一緒にした「ブランチ」みたいなのをこう食べてですねお腹いっぱいになったら眠くなってきて寝たんですよ。そっからですね昼から寝たらね夕方5時ぐらいまで寝ちゃってそ,うであのその日はですね旅行から帰ってきた義理の両親がうちに一泊泊まってくって日だったんでまあ夕方、迎えに行ってですねで そのまま夕ご飯を食べに行って、はい、でお腹いっぱいになったわけですよ。うんうん、寝たんですよ、そっからか。子供みたいになっちゃってますね。十時ぐらいからまた寝て、<laughs> でまさすがに今日は寝られねえなーと思ったら。もうそんだけ寝たらね。そうそうそう。うん、翌朝九時ぐらいまで寝ちゃって、えー、<laughs> 日曜日。本当寝ましたね。いやこの週末は寝てしかいないんですよ。はあ 考えてみたら4月からこの番組が始まってですよ、うん、あのいきなり朝3時に起きる生活になって、えー、どうなんですかねいい加減疲れが出てきたのかなこれやと。 どういや私もこの週末、うん、本当によく寝たなって思っててそうなんですよで大体この番組をするようになってから、うん、土曜日と日曜日も朝6時7時ぐらいには目が覚めて<う>いやまだ眠れるなと思ってもう一回寝るっていうのがそうだ大体そうなんですけど、ね、ちょっと損した気持ちになってさ週末ぐらい寝ときたかったなっ,ってさ <laughs> そうなんですて<え>いつもだったらそうなんですけどこの週末は一回も起きないで10時とか11時ぐらいまで確かに私も寝てしまってね<ー>あえ よく寝たなーって思いましたね。まあなんかちょっと肌寒くはなってきてますけど、うん、まだそこまでっていう陽気ではないので、はい、一番こう寝やすいのかなと。暑くもなく寒くもなくね。そうですね。この毛布かなんかにあるがで羽毛布団、リビングの羽毛布団使ってるでしょ。<laughs> そうですもうほこくしながら <laughs>。<laughs> これ気持ちいいもんね。気持ちいいですよね。ね<ー>暖かくって軽くってよーく眠れるんですよ。これが。そう。うん、あの日本放送的にもですね。実はあの今まではあの日本シリーズなんかま えー、まだ野球シーズンが10月からこう完全に切り替わらずに<ー>なんかこう羽境期を迎えつつこの11月の頭からですねいよいよナイターオフと呼ばれるシーズンに入っていくと、うん、この切り替えの時期っていうのを体がね何か欲したのかなというような <laughs>、えーえー、今日から我々コージアップも心機一転下木頑張っていきますんで1つ今日も8時までお付き合いいただければと思います。 さあ最新ニュースをピックアップいたします。今朝の朝刊各紙届いておりますけれどもね一面はバラバラという感じですね。朝日新聞は移民キャラバンとあの中南米から九千人の方々が歩いてアメリカにを目指しているというまあ特集記事のようなもんですね。読売新聞は政府が中小企業に対してもサイバー対策の窓口を作るんだと普及に専門家も派遣するというようなのを一面トップに掲げております。さあそんな中。 ですが、まあのー、共同通信に加盟している各紙毎日新聞だとかあとは産経、東京があまり大きくは報じないんですが共同通信が世論調査を行っておりまして、まあ、私、気になったのは、えー、消費増税についてですね、えー、来年10月に予定通り消費税率を10%に上げるとした方針に対して、えー、反対50.8%賛成46.6%と。 あの一部の社の世論調査特に経済に強いと呼ばれる社の世論調査などではいや消費増税今はもう賛成度が上回ってるぞみたいなのを大きく大きく取り上げていたんですけれどもこの反対が 過半数を上回ってるぞっていうのはあまり大きく報じられてない上に毎日新聞も見出しに立てないというあたりにいろいろなものを感じますがあの総理の周辺まあかなりごく近い関係者に取材をするとですね総理自身がどう言ってるかというとこの間の,あの消費増税決定というふうに各紙が打 え5月の半ばの閣議決定5月15日でしたかあれに関してもいやあれ最終決定じゃないんだよねっていうのはしきりに周りに言っているそうなんですね。まあその辺が今後どう作用しますかとまあ確かに法律には上げると書かれてますんで粛々とやれば上がると。逆に言うとあえて 騒がなくても上がっていくのにどうしてこんなに周りが騒ぐのかというあたりが気になるところでありますまあ、それからですね産経新聞まあ、これやっぱり自衛隊に関しての記事っていうのは産経はいろいろ書いてきますけれども F2 という航空自衛隊の戦闘機がありますまあ、これが古くなってきてるんで新しいものに変えようという話が出てきて、えー、後継機の開発についてまあ、死体が日 ポンというふうに、えー、産経新聞は記事に書いております。まあ、これね共同開発の形にするのかそれとも日本独自で開発するのかとまあ私は日本独自でっていうのを打っておいて最終的にちょっとだけアメリカに絡ますというようなところに落ち着かせるっていうのがいいんじゃないかと思ってたんですがまあちょっと押し切られ気味なのか、えー、こういう形で書いております。であのここのところこういった記事がいっぱい出てきてるというのは前にもお話ししたかもしれませんが、えー、年末に 防衛力整備計画あるいは防衛大綱と呼ばれるものが、まあ、決まるとでこれっていうのが、まあ、向こう5年間この国をどう守っていくのかでどう守っていく ためにはどういうい装備が必要なのかそのためにはどれだけの予算が必要なのかも含めてですね、まあ、大体5年間の予算のキャップ使い道もある程度決まってくるということで、まあ、何でしょう5年も先まで,ですね決められちゃうわけですから、まあ、これは防衛省のみならずですねその中にいる陸海空のこの3つの組織の中でもこうどうやって でそのためにこういろんなですね、えー、リークが出てで、えー、それをこうさまざま記事にするという,こう時期を迎えておりますでそこでですねなんかあの先ほど信庄アナウンサーが読んでくれたニュースにもありましたが海の中を自動航行して情報収集する大型の水中ドローンの開発方針を明記する意向を固めた。 というです、ねえー、記事が出ておりますこれはどちらかというと海の方の形で、えー、産経の一面は空の方の予算が増えるんじゃないかというニュースとこれねあのやっぱり陸海空でこういろんな最当てがあるようで,、あのー、で公平を期すためにもですね、えー、陸の方々の意見というのも紹介すると陸の人たちぼやいてたのはですね何か有事があった時に昔のこうねあの70年前の戦争のイメージで 海上だとかあるいは空でドンパチというのがもちろんねそれだって、えー、可能性としてはしちゃいけないし備えなきゃなんないというのもあるんだけれどもそれだけが前線かというと決してそんなことはないと今は総合的に戦うということも考えれば例えばじゃあ国内の基地をどう守るんだとかあるいはこう国内の主要都市をどう守るんだということを考えると。 海や空に過剰に集中すると中の守りが手薄になるっていうのは。 誰もも議論しないいいんんででこれも考えた方がいいんですよとそうすると、まあ、こういうことが陸や海や空でこうどんどん予算がってことになるとどこ削るかって、えー、陸のしかも人を削っていくってことになってしまうんですが人を削ったら中の守りがってことも考えるとこれは全体のパイを増やすということも一つ視野に入れないとこの 変わりゆく東アジアの情勢の中でこの国の平和を守るということを考えた時にどうなんでしょうねとそこまで議論は本当は行った方がいいそれが5年間先を見通す議論なんじゃないかという気もいたしますご意見お待ちしております COZY コージーアットマーク 1242.com です さあ、あ,あなたの声を届けます。リスナーズ・オピニオンです。六時二十三分になるところ、はい。いろいろメール、ツイッターいただいてますね。ありがとうございます。ますえー、こちらはですね、クロサンドラさんですかね。メールでいただきました。 えー、安田純平さんの記者会見について、えー、思ったこと2015年の7月から12月の間に政府がもっと真剣に確固身の代金を支払うことも含めて対応していればこんなに長期にわたることはなかったし、えー、拷問もされなくて済んだのではないかということと、えー、もう一つはものすごい虐待や拷問からやっと解放され帰国したと思ったら、えー、今度は日本人からの想像を超えるバッシング、まあ、シリアでの肉体的拷問もひどかったがしかし、帰国してからのそれは相当ショックだったんじゃないでしょうか。厳しい 厳しい意見はあってもいいと思うんですが厳しい意見でこそ気づくこともある、えー、しかしそんなものではないただ避難するだけ水に落ちた犬を叩くようなもの日本人はいつからこうなってしまったんだろうかというご意見をいいただいておりますすありがとうございます、えー、まず一つは身の代金に関してはですねこれを支払ってしまうと現地で活動している他の日本人の記者たちもあ日本人がいるこれは金づるだっていうことになってしまうので、えー、これはですね えー、応じててははいいいけなないなというのが国際的なセオリーにはなっていますただ一方で確かに支払っている国もあるんですが建て前としてですね支払ったことは絶対に認めちゃいけない認めたとたんに金づるですよ、うちの国民はってばらすことになっちゃいますからこれだけは絶対にしちゃいけないと。 ええそこに関しては安田さんもあのそれこそこの拘束初期の段階で、まあ、暗号通信のようなものを奥様とやってらっしゃったようですけれども手紙のやり取りの中で,でそこで、えー、身代金は絶対に支払うなということを奥さんに対して送ってきてもいましたよね。それれれ結構報道されてますけれども、えー、で まあ、帰国されて、会見をされてそしてどういった拘束状態だったのかという詳細もまあ明らかになってきていて、まあ、確かに拷問のようなものがあったということもおっしゃっていましたこれはもう裏取ることはできないので、えー、ご本人の記憶の中の話を僕ら受けたま承るしかないんですが、まあ、拘束の初期に関しては相当こういい暮らしをしていたというような、ね、話も一方ではありました。まあ、これについて、えー、金曜日私も 取材に行ったんですが、え二時間以上にわたって、えー、会見をされていた模様というのは日本記者クラブのホームページここに YouTube のサイトがあるんですが、えー、長いんですけれども全編、えー、見ることができますので、まあご覧いただいてどういう感想を持ったのかというのをですねぜひお知らせいただければというふうに思います。まああのー、これだけ長い会見だったということもあって、もうテレビ新聞まあラジオもそうですけれどもお流すところというのはまあそのおいろいろ虐待を受けたというあたりを切り取って 流さざるを得ないんですが、まあ、全体をご覧いただくと少し印象も変わるのかなというような感じも受けました特にその拘束された経緯について、まあ、ガイドさんに連れてってもらったんですがそのガイドさんがここで様子を見てくるからお前待ってろと言われてガイドさんがそこを離れたで、えー、そのあシリア人の別の集団が来た時にこその集団になぜか一緒に合流して行ってしまったというのがあって、まあ、安田さんご本人もこれに関しては僕の本当に妨害 ヘッドでしたというふうにもおっしゃってたんですが、まあ、そのあたりやっぱりこう張り詰めた緊張をずっと続けることっていうのは人間難しいのかなって、まあ、そういう解釈もできるんですが、まあ、一方でバディなし一人での行動っていうのは。 それはそれでこう危機管理上やっぱりどうしてもねえこうふっと抜けてしまうところでああやって拘束されてしまったようなことが起こったのかなとも思い、戦場材の難しさみたいなものを感じた部分は非常にありました。え、まあご覧いただければと思います。ご意見お待ちしております。メールは c o z i. コージーアットマーク一二四二ドットコムです。 日本放送飯田浩二の、OK! 浩二イヤッープ今日発売のスポーツ新聞、雑誌から話題のトレンド情報を紹介していきますまずは日刊スポーツほか各紙で紹介されているこちらから「さやねえ今日からソロねえ NMB48 結成からグループをけん引してきた絶対的エースの山本さやかさんが昨日大阪・難波の NMB48 劇場で卒業公演を行いアイドル活動に終止符を打ちました劇場に入れなかった大勢のファンも場外に集まる中涙ながらに挨拶今思うと青春と呼ぶのかな胸を張ってアイドル人生は楽しかったと言えますと笑顔で締めました 今後はシンガーソングライターとして活動し、一番大きな目標はアリーナ級ホールでのライブと力を込めて話していました。うん。うんいや、あの、私阪神タイガースのファンなんですが。そうですよね。そう、この方六甲おろしをですね、はい、歌ってるんですよ。<ー>あのみんなで歌おう六甲おろしっていう企画があって。はあはあ、で、その中でですね、甲子園球場でロケをして、<ー>その模様が。 あれはラッキーセブンだったかないやラッキーセブンじゃないな多分試合終了後だったかな<ー>流れるんだよ<え>デーゲームバージョンだったような気がするんですけどね矢井<ー>、ええ、田ひとみさんも歌ってたりだったっけあそうなんですかあとあのー。 TM レボリューションの西川さんとか<ー>そうそうたる水木奈々さんとかいろんな人が歌ってるんですけどもんなそうそんなの中で「さやねも歌ってでですねであのうちの子供にこういろんなバージョンを見せると「うん、あさやねー」にものすごく反応したりなんかしてです、ね、<laughs> お前エロいなーなんて話をしてるんですが <laughs> そ,うそれで僕は覚えてるんですけどね。 この人はああやって読むのっていうところから始まって何言ってんのさやがって読むのよって怒られながられ奥様に教えてもられたいですそうですかでも新たな第一歩というところですか、はい、頑張ってほしいです、ねね、そうですすねねそうん、以上今日発売のスポーツ新聞雑誌から芸能のトレンド情報をご紹介しました。 さあ私のの方からも気になる記事のご紹介ですスポーツ新聞各紙、まあ今日はバラバラなんですが羽生結弦選手圧勝というのを一面にとっているのがサンスポットスポーツ報知ですね、はい、フィギュアスケートのフィンランド大会、えー、6時台のスポーツニュースでもお伝えしました、えー、それからスポニチは畑岡奈紗選手、アメリカツアー2勝とういうことで19歳10か月での偉業ですよ、す愛も春今日も超えたというふうに、ねえーえー、見出しが立っております。 えー、そしてこれもスポーツニュースでもお伝えしましたが日刊スポーツ1面は川口義勝さん引退と、えー、あマイアミの奇跡ってもう20年以上前の出来事なんだと思うとね,ね、えー、J3 相模原に所属していらっしゃったということであります、えー、そして私ね、本当気になる記事ということでサンケイスポーツがこれ、はい、芸能欄で報じているんですけれども。あのー テレビ司会者あの8時からフジテレビ系特ダネを,をやってらっしゃる小倉智章さんえ、小倉キャスター膀胱がん疑いで検査入院、え今日フジ系特ダネ生放送で発表というふうに、えー、見出しが立っておりますね。えー、これ本当に目で私あの小倉智章さん土曜日に日本放送で、えー、番組長くやってくださった時期があってですね。はい、で私入社三年目か四年目ぐらいで中継レポーターとして使ってくださって、うん、もうずっとお世話になって、実はあのその、えー、妻との出会いのきっ きっかけもこの番組のお企画の中でえお当時流行り始めた婚活パーティーのお取材ということでこう潜入取材をかけたそこで出会ったというのがありましたんで本当小倉さんには頭が上がらない,い。 いいろろねやっぱりこうテレビで出てくる感じだとこアもてなのかなとかねそういうようなこうイメージも持たれる方多いと思うんですがものすごい気遣いの人で、はあ、もうあの番組スタッフとかみんなにねあの全部顔も覚えて「えー、お前大丈夫か?」なんい,ないだなと、僕もあの会うたびにアトピーがひどくて一時期顔に出てたんで「えー、まだ顔赤いなお前大丈夫か?」なんて言って声かてくださったんですが結婚式のねあの司会をしてくださったんですけど、はあ、僕最初主賓でお呼びしたいと思って。えー さん主品でご挨拶お願いします」って言ったら「や、うん、だ!」って言って「<え>俺はな主品とかで呼ばれるの嫌なんだよ」お「お前司会やってやる」え「えっ!?」「小倉さんそんな司会なんておかまないっすよ貧乏な二人で」って言ったら「バカ野郎お前金なんかいらないんだ」はあ、俺は 若い頃くすぶったた時期にに苦労した時に結婚式の司会でなんんとか見てた時期があるんだとだから今恩返しだと思って結婚式で司会する時に金もらうようなことはしないっていうふうにおっしゃってこの人はすごい人だなと思ったのをねつくづく思ったんですが本当一日も早くこう生放送でやるっていう,こうプライドずっとあった方なんでね本当心配なんですがなんとか全開してまた元気な姿見せてほしいなと僕は思っております。 ます。はい、以上スポーツ新聞雑誌から気になる記事のご紹介。エンタメトレンドアップでした。時刻は六時五十六分。お聞きの放送は東京有楽町の日本放送飯田浩次の OK コジアップ。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げていく時間帯です。今朝のコメンテータージャーナリスト須田新一郎さんです。須田さんおはようございます。おはようございます。おなんか。 胸ポケットからメモを1つ出されましたね、えーあのー、実は先週の放送でねーー、あのー、入管法の改正案についてちょっとお話をさせていただいて、はい、やっぱり人手不足なんだから、うんあのー、もっと受け入れなきゃダメだっていう話をさせてだから賛成ですよという話をした時にですねどういう反応が出てるのかなと一部ねちょっと放送中に見たんですが、はい、結構賛否両論というか非多いなと賛否の日がね。はい、でまあ帰ってからですねちょっと番組に寄せられたツイッター見てみたらですね、はい、あのこういった ツイッターいくつちょっとそれを書き抜いてきたメモなんですけども「おじきの意見よく分かったその上で新,新在留資格大反対だったらまだ働けるお年を入れたらいいのに」ていうねいうのはねついた。あのー、やっぱりね聞いてる方の、ね、レベル高いなーって、はい、やっぱりこういうね狙いどんぴしゃりというかですね別に私がこう言ったからといってみんなにそれに賛成してもらうことが目的なのではなくて、うん、やっぱりねいろんな情報を提供してその議論の場にしたい、うんえー、それを考えるきっかけ にしてもらちょっと狙いだもんですからまあとはいってもですね反対意見にも最後まで聞いていていただいてねよかったなと思いますけどねでも須田さんのお話だいた内容はその実際の数字とかねそういうのを出してあ確かにここの分野は足りないのかもしれないなっていう説得力だからそこをどう埋めていくかっていうのはこれみんなで考えなきゃいけないってことですよねだからそういうねご意見どんどんねお寄せいただきたいなと思いますけどね。今日も メールツイッターでご意見をお寄せてくださいお待ちしています次第ニュースの解説ですよろしくお願いしますはいお願いします十一月五日月曜日時刻は朝七時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です おはようございます。アシスタントの新井一華です。FM 九十三、AM 一二四二、日本放送飯田浩司の OK コジーアップ。次代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト須田新一郎さんです。須田さんおはようございます。おはようございます。須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。羽田着陸の新ルートアメリカ軍横田基地が認める見通し。 東京、埼玉、神奈川など1都8県の上空の一定の高度の空間はアメリカ軍横田基地が管制権を持ついわゆる横田空域のため羽田空港に離着陸する飛行機はこれまで自由に飛べないという不便を強いられてきましたが一部旅客機の管制を日本側が行うことで合意する見通しとなりました条件付きながら羽田の国際線発着枠を広げる悲願がかなうことになります 横田空まあ1都8県の上空2 4 0 0ルから7 0 0 0ルの空間、えー、アメリカ軍が地位協定に基づいて完成を行っていると、はい、いうことでまあそれで羽田はちょっと窮屈だったわけですよねそうですね,ま,でねまあ言ってみればですね戦後の遺物みたいなね<ー>えもので<ー>まあですから、えー、アメリカ軍 GHQ がですね日本を、えーまあ、管理してた時の名残だというふうに考えてもらってもいいんですけれども、はい、まあそういった意味で言うとですね首都圏の上空に関係、うんはい かなりのスペースでこの横田雰囲域があってまあまあ完成ができないということは原則としてはですね日本の,その民間機のですねえ上空通過が認められてないというねまあ外国みたいなえそういう状況になってたわけなんですよですからあの今ね羽田空港にはえ4つ滑走路があってですねまあ言ってみれば国際線もですねえまあ,あの元に戻ってきたわけなんですけれどもただそれではですねなかなかですねえスロットと言われている離着陸数が増えて ていかないんですね、はい、もう滑走路を増やすだけでは限界に達していた、うんえー、それでもニーズがどん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 、えー、高まってきているという状況があって、えー、でなおかつですね羽田っていうのは事実上24時間空港なんですよ、はいあのー、ですから、えー、昼間の時間帯にもうこれ以上パンパンでいっぱい飛ばせないという状況で、うん、さらに増やすためにはですね、はい、横田空域の開放っていうのは必要だったんですね、うんまあ、ただこの問題については覚えてらっしゃいますかねあの石原慎太郎元知事がですね、はい、横田空域の返還というね、えーえー、完成形 変換というのを求めてきたんですががんとして、し、え、く、ー、みを持たなかったという状況があったうようやくその悲願が達成できるんですがただねあの、私ちょっとね考えてみるとね<え>、えー、これ、取材に行ったことがあるんですが、はい、アメリカ西海岸ロサンゼルスの上空というのはう軍民共用の区域になってるんですよ。 そそうううなんですかそうなんですよ雨にもそういうところがあるのですからあのロサンゼルス空港っていうのはまあ,軍,あの軍民共用の空港ですからね、えー、結果的に空域もそうなってしまうんですけれどもただですから共同管制をやっていてどういう状況になるかっていうと普通に日常的にはですね、えー、民間機が飛んでるんですが、はい、何か一朝有事になってスクランブルがかかると、えー、民間機がさーっとその空域からどいて、えー、軍用機が優先して飛んでいくというね<ー>そういう管制が敷かれているが、えー 置かれてるんですねただこれはですね管制塔から音声でねやり取りしたんではなかなかリスクが高いということでほとんどがコンピューター制御になってるんですよ今そうなんですねですからそういった仕組みを導入すれば横田空域をもっともっとうまく活用できるんではないかなとアメリカ国内ですらそれをやってるんだから横田空域の変換ということをやるとまたいろいろと手続きが難しいということにもなってきますしね。 それを決めるのはまあ言ってみれば日米合同委員会というね、はい、委員会での要会が必要になってくるということも考えてみると現実性をすぐにはかくという状況になっている、はい、だとすればね<ー>、えー、やっぱりそのアメリカ方式っていうのも一つ考えてみるべきじゃないかなと私は思いますけどねいやこれだけ技術が進んでるんだったらね,ね70年前とはだから大分違うわけですよ、ね、全く違いますからねでアメリカでやってることをなぜ日本できないのかというところをですねやっぱりただ日米安保というね首切りがあるんだから、はいえー、やっぱりその横た 区域の存在っていうのもね一つは認めていかなきゃならないのかもしれない、うん、ただその管理慣性という点では、はい、要するに軍民共用でもいいんじゃないですかというところうそういう提案っていうのも必要になってくるのかなと思いますけどね、はい、おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします おはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です時刻は7時11分を過ぎています今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田真一郎さん取り上げるニュースはこちらです日米尖閣有事を想定した共同作戦を初めて計画 日米両政府が2015年に改定した日米防衛協力指針いわゆるガイドラインに基づいて自衛隊と米軍による初めての対中国共同作戦計画を進めていることが分かりました沖縄県尖閣諸島での有事を想定し来年3月までの取りまとめを目指しております まあこれまで尖閣有事となりますと自衛隊独自に検討していたわけなんですが、アメリカ軍の打撃力を組み入れることになるのかと。うん。まあこれ共同通信のどうやらスクープのようです。はいはいはい。あのー、だから大前提としてね、はい、アメリカサイドがアメリカ政府がですね、えー、まあ言ってるような尖閣諸島の、えー、領有権そして支政権をどう見ているのかと、はい、えいうことがどう関連してくるんだろうと思うんですね。うん、で領有権については立場を明確にしていないし、えー、ただこれはトランプ政権になって からその辺についての言及がないんでね、それが継続されてるのかどうかということがあるんですが、はい、とりあえず領有権については、歴代の政権は、まあ、こう立場を鮮明にしない、ただ、私政権については、これは日本にあるんだというふうなスタンスを取っていった、はいで、そうすると、じゃあその私政権が脅かされたときに、はい、じゃあアメリカとしては、その日米安保の対象となるのか、ならないのか、これは当然なるんですよ。そうういった点で言うと今回のです、ねえー、共同作戦を、えーまああの 制定したという計画したというのは当然の手続きではないかなと私は思いますよねこれ現場レベルでは当然だったんでしょうけどあえて表に出てきたということになるんですかね。加えて自衛隊の島初防衛離島防衛というのはかなり頻繁にというか日常的にやっていてしかもこれは秘密でも何でもなくて DVD にして外部に配ってくるような。 あ本もそれ読んで見てです、ね、であ、えー、あ、なるほど、こういう形してやるのかと、<laughs> はいえー、それを見てるとです、ね、細かく分析していると、うん、やっぱり米軍の存在というのもあの想定してるんだなということがうかがえる内容ですからね、えー、でそれを公然化させたというところなんだろうと思いますけどね。はいまあ、特に海に関しては、海上自衛隊とか、相当、米軍のこうリンケージの中にすでに。 組み込ままれててるっ話ありすねその中の一部というふうに考えてもらってもいいんだろうなと思いますよね。ただ問題なのはね、敵国に、中国とはあえて言いませんけれども、敵国に占領された、占有されたときに、じゃあそれをどうやって奪還するのかっていうところが一つ大きなポイントになってくるんですが、そうなってくると最前線に立つのは、あくまでも日本なんですよと、それをどういう形でフォローアップするのか、どのレベルまで米軍はフォローしてくれるのかというのが一つの今です。 今後のですねポイントになってくるかなと思いますね。うん。まあ元々この想定というものが、ね、まず武装漁民が来て、ねえー、その島を占拠された、はい、で、えー、解放だけでは対応できずに自衛隊が出ていくと向こうも人民解放軍海軍が出てくるという想定がありますよね。ということは最初の守りっていうのを。 ねえまず破られるっていうのが前提になっちゃってるっていうのが、うん、本当はねえ、そこを守らなきゃって思いますよね,そうですねあのただ、そこをです、ねえー、海上自衛隊が全面展開してしまうと、はいええ、やはりあまりにも刺激的というか、中国人民海軍を刺激してしまうということで、はい、とりあえず海上保安庁というのが、うん、まあもちろんね、あり方としてはあの国境線を守るっていうのは海上、まあ、第一理的には海,、ねね、海上保安庁の仕事ですもんね。ええ、だからそそれれれは当然なんでですけれども、うんまあ、果たしてそれでいいのか どううかとといい問題はあると思いますよあ相手方はなんか,かなり軍事組織に近いものになってきているというね、ええ、組織上も。で加えて、ね、やっぱりもう一つ大きなポイントとしては、はいええ、日本のの政治の覚悟ですよ要はそういった事態になった時に、はい、え場合によっては事態はエスカレートしていくかねないような状況の中で、ええ、本当に政治が覚悟できるかどうかということだと私は思いますよ。ええ、えでは続いて、えー、2つ目こちらのニュースです。 アメリカ今日5日から対イラン経済制裁を全面発動トランプ政権は今日原油取引の禁止を含めた対イラン経済制裁を全面的に発動します歳入のおよそ6割を原油輸出で得ているイランはあ追い詰められるのが確実でトランプ氏は締め上げられたイランのローハニ政権を新しい枠組みの交渉に引きずり出す筋書きをい描いていると見られます まあこれもともと8月には民間航空機だとかの貿易禁止はやってるんですがえ原油はまだそこにはかかってなかったでそれが11月5日からと。 ここういういとであります、ね、あのただ、ですねアメリカはもう現実問題として、はいえー、順位輸出国になってますからね、うんえー、特段大きな影響を受けないということで、この制裁に踏み切ったと思うんですが、うん、あのですから、イランとね、はいえー、原油の取引をしている、あるいは今後取引が予想される、過去その取引の実績があった国に対しては、うん、まあ8か国限定ですけれども、それは対象にしてないということなんでしょうけども。えー、ですからとはいえね、えーまああの 制裁を強めたととといいいいううこ,とは,これは間違いなないんだろうなと思いますねですからポイントとしてはどうなんでしょうね大前提としては、ね、イランの核開発その疑惑というところに対してです、ねはい、アメリカが強硬に出てきてるんですがもう一方で、ねうん、その中東の不安定要因といったら、ね、対立構造の中にイランがビッグプレイヤーとして <laughs>、えー、存在感をどんどん,どんどん増してきているというところに対するアメリカあアメリカ のの牽制といいう意味合いが大きく含まれてるのかなと私は思いますね。でこれまでは米軍が、はい、あの実力的にですね物理的にドーンと中東地域に出ていくんですが出ていってたのが一般的なんですが、えー、まあそこを引くということになりましたんでね、はい、でそうするとじゃあ軍事力に頼らずに、うん、じゃどうやってその影響力を行使していくかっていうとやっぱり基軸通貨ドルを持ってるっていうのはものすごく大きな意味合いを持ってきて、はい、やっぱりこういった経済制裁というのが。 ええ、まあ大きな大きなえ効果をもたらすんだろうなと、うん、だからアメリカはこれからね、実力行使というよりも、はい、やっぱりこの経済制裁、えー、経済というね、うん、え圧倒的な経済力を持っているアメリカの国力を背景に、はい、えプレッシャーをかけていくっていうスタイルを、私は今後も取っていくんではないかなと思いますねあまあ対中国もそういうスタンスですからね一方で、このねあの、イランへの経済制裁っていうのは、ええ、その 中間選挙に向けてのアピールの部分だっていうような指摘もかなりあるんですけれども、ええ、どうなんですかこれはいや、あのー、これはそうではなくて、えええー、もうだって中間選挙が意識されている意識された以前からね、はい、そのイランカードというのは、うんえー、かなりですね有効のカードとして使ってきたそういう経緯がありますよね。ええ、ですから、あのー、中間選挙を意識しているという点で言えばメキシコにね、えー、<ー>国境地帯に押し寄せている、はいえー、難民7,000万人という、ええ 7000人と言われている難民、これについてはですね、はい、ものすごくこう政治的に利用されてしまう、えー、しているです、ね、形跡はありますけれども、はい、イランというのは、やっぱり国家戦略として、え<い>これは対峙してると考えててもらっいいいと思いますね、まあ、ここに関しては、その、ね、同盟国であるイスラエルだとか、はい、まあその辺も含めて、あんまりちょっかい出してくんなよ っていいうこうアピールみたいなものものあるわけですかそうですそねあので加えて、ですね<ー>あのやっぱりそのイランに対するカウンター勢力として、ですね、はい、やっぱりサウジアラビアという存在があったんですけれども、ここへきて、ですね<ー>、えーまあ、言ってみればカショギ記者の、ね、<ー>殺害であるとか、さまざ、あ、まな問題があってその、サウジアラビアが動くにも動けないという、ねうんえー、状況になってきているというところも、ですね、まあ、アメリカが強硬姿勢を取り始めたえ一つの要因として、私はあるんじゃないかなと思いますね。うん うん、イランに対して強硬姿勢なのにこう正反対のように。 トルコとはちょっと近づく構えはアメリカも見せつつありますね。なんかお互い制裁解除したりとか。ええー、あのー、ですから、そういった点で言えばね、えー、もともとトルコというのは。うん、ええー、親米というかですね、アメリカとは、はい、ええー、緊密な関係を結んでいたんですよ。えー、でトルコの要因、えー、要素っていうのはね、ええー、役割というのは、えー。対イランだけではなくて、はい、対ロシアというね。はい。そのロシアのエネルギー戦略と完全にリンクしているという側面があるので、うん、アメリカとしてはトルコとは決定的。 対決はは私は取れなないだろうなと<ー>、えー、そう見てたんですが、はいまあ、エルドアン政権が、ね、かなり過激なことをやり始めたんでアメリカとしてもあの一定の,、えーまああのね、制裁を加えなきゃならなかったんでしょうけどもここはいずれ、えー、融和する方向に向かっていいくと思いますけどねそれから、あのー、最後にちょっとだけその中間選挙なんですけれども、えー、これなんか下院も共和党をちょっと巻き返しそうだみたいな話も出てきてますね。相当猛烈な 勢いで今、盛り返す数あるのが実態でしてね、<ー>あのー、そういった点でいうとどうでしょうね、場合によってはね、えー、まあ今週結果が出るから、えー、今予想するのもね、なんなんですけれども、上下院ともに共和党過半数を抑える、はい、私は可能性が高くなってきたんではないかなと、<ー>まあこれは、えー、日本国内の見方としては、はい、圧倒的に少数派なんですが、あのー、高くなってきたというよりも、あのー、過半数を抑えると、<ー>えー、私はそういう え見てるんですよね会員は民主党がとってねじれになるんだみたいなことをかなり報じられてますけど、ええ、なんかそう思いは言ってられなくなってきた感じですか、うん、ですからアメリカの世論調査っていうのがが、はい、あ,あまり信憑性おけないんですよ、うん、あの隠れトランプ派というのが、うんはい、えかなりいるものですからね心情的にはトランプ支持という人たちがかなり多くいるこれをどういう結果を出してくるのかっていうのが見極めがつかないというねうんだからそこは私は多めに見たということなんですね。なるほど えー、中間選挙は現地11月6日投開票とお水曜木曜あたりにいろいろ結果が出てくるかなというところですこの時間須田慎一郎さんとお送りしてまいりました日本放送でお聞きの方この後も須田さんにお付き合いいただきます7時26分ですえ今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです引き続きよろしくお願いします、はい、お願いします。続いては教えてニュースキーワードです感情2号線 豊洲市場と築地市場を結ぶ道路環状2号線が昨日暫定開通し車両の通行が始まりました環状2号線は2020年東京オリンピック・パラリンピックで選手村や競技施設などができる東京の臨海部と都心部を結ぶ重要な道路で豊洲市場周辺の渋滞緩和が期待されております まあ市場のね、会場の際には開通、通行することができなかった、あのターレイが退去して移動した時に使ったっていう、あの道路ですよね、はいはいあのー、そういった点で言うと、どうなんでしょうね、暫定開通してよかったということなんですが、ええ、その暫定道路を使ってるわけですよね、そうすると、余計なコストもかかってるんだろうなと。 本来です、ね本格えー、そうですねだからそういった点についての、ね、検証っていうのが、はい、つまり、えーまあ、2年間、ね、遅らせても、もちろん管理、整備費という点では、余計なコストがかかったとも言われてるんだけれども、はい、それ以外に最終的にね、えー、2年間、会場を遅らせたということに対して、やっぱりよけいなその、えー、経費だとか、お金がかかってるわけですからね、えー、そのことに対して、どこに責任の所在があって、はい、誰が負わなければならないのかっていう、えー、検証が全く、ね、問いかけ 行われてないというのは私はおかしいんですよああそうか都議会はある意味その知事なりね都政のチェック機能であるのにもかかわらず、ええ、そこがやられていないええ 確かにそうですね加えて、どうにかやるにやれないんでしょうね、どっちかというと過半数以上抑えてるのは都民ファーストの会を中心とする小池与党ですからね、だからね、これ、笑っちゃうことになるメディアが世論調査を実施したら、ですね都民ファーストの会の支持率、都民のね、全国じゃないですよ、都民の支持率が0%っていうね。ンゼロパーセト あんなにいっぱい知事があったそうなんですよトミーファーストまあだから零点いくつかはあるんでしょうけども<ー>ね、はい、えー、まあほぼゼロと いいう状況になっていてっでそうするとね、えー、じゃ今の、ね、都議会っていうの機能、えー、って一体どうなってるのか都民からの指示もありませんで加えて、えー、都政に対するチェック機能も全く果たしていませんっていうね、えーえー、じゃあその都議会の役割というのが、はい、全くなくなってるんじゃないかなと私はこれが一番恐ろしいんですよ。要するに今回の環状荷号線の暫定、えーはい、で開通しました遅れました、えー、であるいはじゃあ,あの駐車場がきちんと作れるんですか、えー 問題はあるにせよよですよ、ねうん、でただ、それに関してです、ね、監視する機能が全く今の都政に働いていない、はい、これが一番恐ろしいところですね、うん、で都議会議員選挙も知事選もまだまだ先となると、ええ、まあここ向こう1年間ぐらいはこの権力構造が続くと。ええ ねだから小池さんがですねやりたい放題やっても誰もブレーキがかけられない1点目 1>、うん、そして誤った政策をやって、はいえー、都民に被害損害が及んでも、うんえー、それに対して責任を追及できない所在を明らかにできないというね、はい、要するにもうねあの実を言うと、ええ、あの都政はもう暗黒時代を迎えてると考えてもらっていいと思いますよ。あーいやーこれは深刻だし、ええ、でその今の今 携帯の政治の形態の中だとそれをなんか我々の方で是正するっていうのが非常に難しいというのがね。 選挙まで待たなきゃいけないと。そうなんですね、うん、あのですからね選挙で誤った選択をするといかに都民がですね大きな損害を被るのかということをですねまあ、えー、今回のことをきっかけにね、はい、ちょっとあの考えてもらいたいなと思いますけどねうんまあその、ね、築地市場の云々一つとってもね、うん、跡地に本当はバスの駐車場を作んなきゃいけないんですがあそこそのもうアスベストの問題も出てくるし、えー、ささ前に指摘されていたマグロがどうだったのか放射の,、ね、のマグロね,ね もうなんか、日場たちも行かかななくなってませんかそうなんですね、だから、あのその辺をですねきちんともう抜本的にやっていかないと、はいね、あのですから、えー、私なんかもですね、えー、やっぱりあの築地が開業している最中は風評被害につながるから、黙りましたよもう閉場したんだから、はいえー、そのあたりはきちんとその計画を、ね、ちあの鮮明に打ち出してで、それに基づいてきちんとやっていくっていうね、でしかもオープンにはならな、ね、い。 公開してやらなきゃいけですよないないでですねなあなあで済ませるっていうのは後々にですね大きな加工を残すことになるんじゃないかなと私は思いますけどねまあそうじゃなくてもねオープンな開かれた都政をって言っていたのは誰かっていうと小池さんだったわけですもんね情報が全く出てこないんですねそういった点ではね確かにここのところそうですよねなんかちょっと打ち水してみたりねどうでもいいんだあんなことはいいから新宿戻って仕事してくれとなるほど 今日のキーワード感情2号線でした時刻は7時34分になりましたお聞きの放送は日本放送飯田浩司の OK 康二アップさあメールやツイッターがさまざま届いておりますまずはあの先ほどのね、えー、尖閣防衛についての日米の共同対処の作戦をお作っている最中だという話がありましたが、えー、日本の政治の覚悟と えー、須田さん、発言ありましたが本当、おじきのおっしゃる通りですねというムカさんミッツァンさんもおじきの政治の覚悟発言まさにその通りあの安倍さんですらさまざまな理由で避けてるんじゃないかいつまでもへたれていてはいかん、えー、憲法改正が先かもしれないが鶏と卵の関係で現実は待ってくれないんじゃないかと。 むしろ、ね、そこを覚悟した方が、はいえー、憲法改正の早道といったような、えー、がもう見えてくるんではないかなと思いますこれだけのリスクにさらされてるんだという,うんいうことを認識しますからね。うんもうそうすると、だからまあ、もちろん自衛隊の明記で立場をはっきりさせるっていうのもそうなんですが、ねね、もっと抜本的なところで見直さなきゃなんないんじゃないかと、ねね、いうところまでだからまあ、言ってみれば、その国防軍というところまでね、えーえー、意識していかなければならないぐらいに、国際情勢は非常に緊迫してるんだということですよね。うんえー うんえー、それからあの環状2号線についても、ね、いろいろお話いただきましたけれどもこれもツイッターでかなりいただいていますねいや確かに暗黒時代を迎えているというのはそうなのかもしれないなと。 民主主義っていうのはある程度レベルが高くなきゃ成り立たないのかなというような書き込みをい,ただいております、うんはい、そういった点で言うとね、はい、民主党政権自体を全部否定とか、ね、批判するつもりはないけれどもえ、ええはい、あの3年3か月でい,いろんなことを学んだじゃないですかうん、ね、それがね生かされないでこういうことが繰り返されるというのも、はい、なんともなーって感じがしますけどね。あののフィーバーバ時って <で>えー、そのワイドショーだとかがもう来参来参でこう持ち上げ持ち上げできたわけじゃないですか、えー、やっぱこうメディアの力ってそういう意味ではなんかそらおそらしすらね加えてね、えー、あのポスト安倍っていうかね、はい、あの女性初の総理みたいな、えーえー、今そんなことを言うやつ誰もいないよもう確かにね。<laughs> えー 時刻七時四十二分になるところです。お日の放送は FM 九十三、M 一二四二、東京有楽町の日本放送、飯田浩二の OK コーアップ。私、日本放送アナウンサー・飯田浩二と、アシスタントの新行一華がお送りしています。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト・須田新一郎さんです。よろしくお願いいたします。はい、います続いては、ここだけニューススクープアップです。今日最後のニュースをスクープアップ。 関東であまり報じられない関西ナマコン事件とはこの夏滋賀県内の倉庫建設工事をめぐる恐喝未遂事件で関西の生コン業界のドンが逮捕されたのですがこれに凍りついたのが野党議員たちえ実はこのドンがさまざまな議員たちを支援していたということであまり報じられなかった理由も含め津田さんに伺ってまいります。 あの先週リスナーの方々からメールが来まして「この関西生コン」のこと全然話題に関東ではなっていないので解説お願いしますとであのエンディングで予告されたじゃないですかあのあと心配するツイッターとか結構来てて今日も。 これを特集やることでね、番組がなんとかならないといいけどとか、須田さん来てるよかったみたいなね。もうスムーズに来ましたけどね。そうですか。ただですね、これ関東であまり報じられないんじゃので全く報じられてないんですよ。ええええ。まああのメガメディアという言われてるところはね。はい。で加えて関西でもほとんど報道されてません。あ、今そうなんですか。あのまあフジテレビ系列の関西テレビがここはねあの腹が据わったんですよね。しっかりとこの対応事件について報道しました。おお。えれ さらっと。 え他のメディアに至って全くこんなことが起こってるとはいいう報道してなですねただ、これ結構大きな問題でしてねそもそもが8月28日に滋賀県警、しかも組織犯罪対策課ですよ組織犯罪対策課普通だったら暴力団を取り締まるところがこの事件を扱ったというのが大きなポイントなんですけれども滋賀県下の走行工事を やっていたいいでそこに、えー、生コンクリートを納入していた、えー、まあ言ってみれば商社にですねうち、はい、から変え っていうんで、まあ圧力をかけたということで、暴力団妨害ということで逮捕されたということなんですが、まあこれだけじゃなくてそのうちにはですね、大阪府警も、まあこっちはですね、警備部なんですけどね、警あの高高安のね、方がまあ逮捕に至っているということなんですが、はい。まあこれ以外もですね、京都府警も家宅捜索をやるなど、強制捜査に乗り出しております。奈良県警も同様です。へえ。ですからそういった意味で近畿二府四県の中の兵庫 と和歌山を除けば、四、はいえー、府県がですねで、えー、に動き始めているということなんですね。はい、で、まあ、言ってみれば、ですねじゃあ、これ、一体どういう組織なのかということなんですが、はい、正式名称としては、えー、全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部ということで、ずいぶん長ったらしいんですけれども、えー、まああの二つポイントがありましてね、はいえー、一つはですね、労働者の産業別組合と考えてもらっていいと思いますね。な、はい、なるほどなるほほどど。働、は、く、い たちのですね。これが一つ。でもう一つがですね。これ以外にですね。共同組合というのを組織してるんですよ。ですからまあ生コン業者というのは中小業者なんです。まあだからあのコンクリートまあメーカーからですね。コンクリートを買ってきて、でそれをですね生コンクリートにして水を加えて攪拌してですね砂を加えてそれで使える状態になって、でそれをねミキサー車に乗乗せて、そして各工事現場に。 運んでいくそれを作っているところは中小業者、この中小業者の組合を組織していて、これを統括しているのが、今回逮捕された、さっきね、指摘あった、言ってみれば生コン業界のドンと言われている武健一被告ですね、もう起訴されてますからね、なんですけれども、そうするとね、一つはですね、組合員が労働争議を起こすんですよ。そこへ行って団体交渉を要求すする ここだ、葬儀だって言うんで、出て行こうとしているコンクリート密着剤車を実力で止めるんですね。ああ、なるほど。これ意外に知られてないんですが、生コンの寿命ってすごく短いんですよ。あ、そうなんですか。ええ、九十分しかないんです。え、そんなに短いんですか。ええ、あのですからなぜ中小業者が多いのかっていうと、現場近くにですね、やっぱりその作る工場を持っていないと、まあ間に合わないってことなんですね。ですからそこでね、あの妨害されるとですね、まあ会社としては困っちゃうわけなん。 あのミキサー車がぐるぐる回ってる中で固まっちゃうわけですから何がしかの解決金を払ってその葬儀を解決するということなんですけれどもただねこれ今の日本の法律はおかしくてですねどうしてかっていうとそういう労働葬儀っていうことになると刑法法民のが及ばないんですそこで仮に暴力行為があったとしてもほとんど刑事事件としては立件されません。そううい組合活動なんだ ということで大義名分となってですね、はい、えまあ立件されないということなんですねで、まあところがですね今回逮捕にこぎつけた最大の理由というのはですね、はい、組合員いないんですよえ、いないんですかえー、大阪の経済なんか特に典型例で、はい、組合員がいないにも関わらず、はい、えー、搬出妨害をしていたっていうことでもうそりゃいくらなんでもっていうねほう、組合員のいない会社に行ったってことですか、えー、行ってうち、えー、<ー>から生コン買えみたいなね ななるるるほどそうすと葬儀以前の問題にであるいはその共同組合入れみたいなところでねで共同組合に入ると生コンを業者が売るたんびに一立方目ーテルこれ一流米と呼ぶんですけど業界ではねいくら100円まあ140円とか何百円とかねそういったものを払わなきゃならないんですよ。いば金金みたなまさにですから言ってみればですねまあんていうのかな労働組合とは名乗っているけども うん、実態上はですね、暴力団組織と変わらない、だから、うん、素体が動いたという状況になってるんですね、うんはい、で実はこの問題、2つも大きな問題があって、1つはですね、はいえー、こういった、あのまあ、言ってみれば法逸脱した、うんえー、暴力団まがいの行動をしている、うんえー、労働組合から、非常にこう親密な関係を結んで、政治現金を受け取っていたという国会議員がいるということなんですよ。うんはい、そののにいる、ね、いるるとされているのが辻元、うん さん立憲民主党のこの辻元さんは今年はね私まだ確認できないんですが確認できた段階でも昨年の旗開き労働組合でいうところの会員開きですよね新年のですね仕事を始めここに行ってもうにこやかな満面の笑みでですね挨拶をして捕まった拓一被告については大阪のお父ちゃんって呼んでるというねどんだけ写真だっていうねいう状況これが1点目そしてもう一つはですね国会と 国会議員との政界とのつながり、もう一つはです、ね、やっぱり、暴力団とのつながりなんですよ、はい、あリアルに暴力団ともつながっていくるんですかいや、そのあたりがですね、えーあの、かなり疑われてはいるんですが、どうしてかっていうと、うん、先ほど申し上げたように、労働組合運動活動をしていたお金を集めましたということなんですが、はい、もう決算報告書といったりいい、うん、その資金がどこに使われていたかっていうのは全く尻滅裂なんですよ。あ そうなんですか。ええ、だ監査不能に陥ってるんですよ。公認会計士入れて、監査やってるんですが、監査不能とか、そういう結論しか出てないんですね。へえ。だからやっぱりね、国税この辺りちゃんと目線入れなきゃだめだと私は思いますけどね。で、その辺の金がどうも、その暴力団に移ってる、にいってるんじゃないのか。でも、いわ、とも言われててね。で、そういった疑惑がかけられている以上、きちんと決算やりなさいよと。監査やりなさいよっていう話なんですよ。ええ、ええ。場合によっては、それは暴力。 だけじゃなくてて正解にも流れいるる可能性は私は私あると思まいや今はね栗表に出てない金ってそれだけでもちょっと疑われるところがあったりなんかしますけども、ええ、それじゃなくてですからやっぱり警察のやるべき役割というのは、はい、徹底的にこの資金人をね洗うところではないのかなと、うん、きちんとやるべきだと私は思いますけどね。うん まあ今後、ですねおそらく、はいえー、京都府警、えー、あるいは奈良県警もこれ、事件化してきますからね、うん、まあたとはいってもね、いろいろとねえ<い>野党の国会議員も動いて、はいえー、どうも私が聞いたところによると、自民党の警察に顔を引く国会議員になんとかよしなみみたいなね、うん、そういった働きかけもされてるとも聞いてますんで、うん、まあそういったですね、えー、政治取引しないできちんと事件化すべきことは、事件化した方がいいんじゃないかなと思いますけどね。うん えー、関西生コン事件関東ではあまり報じられていないこの事件について須田さんに解説いただきました、えー、このコーナーも含めまして「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」でも配信してまいります詳しくは番組ホームページをご覧ください